ちでいいのかな。謎の放題、科学者は契約書にサインをしてくれるだろうか。これは何だろう。おい科学者のじいさんいるか。おらんよ。バッチリいるじゃねえか。なんで嘘をつくんだじいさん。頼みがあるんだよ、さっさと出てきやがれってんだ。乱暴な物言いじゃな。お主ら南の校長からの使いで来たんじゃろ。わしゃ契約書にはサインしないぞい。それじゃ力ずくで立ち退いてもらうしかねえな。荒っぽいのはやめておくれ。そうじゃお主ら、ちょっとした実験に付き合わんか。さすればサインの一つや二つ、ここにある2色のボタン、赤か青どちらかを押すかという実験じゃよ。俺どうする。なんだそりゃ、俺はそういうのが苦手なんだよ。シニリー、お前がやってくれ。確かカロリーナは幸福に導く色は海の色、海賊どもも怯える化け物現れるって言ってたよね。化け物現れてみる、それとも現れない赤を押す。現れない赤を押す。ヤッホー、今の爆発何。ついにやったぞい。上の糖質を破壊したんじゃよ。これでわしは東大盛りをしなくて済む。なんだって畜生、やりやがった。頭がいいじゃねえか科学者。言っとくが、あの糖質には幽霊が出る。明かりを入れても幽霊がすぐさま消してしまうんじゃ。わしは幽霊なんぞ怖くもないが、相手をするのが面倒でな、爆破装置を作ったというわけじゃ。ほれ見ろこやつらじゃ。私は暴力的なことは苦手なんだ。あとはお任せしたぞい。幽霊違うな、魔物か。構えろ CD、 お出ましだぜ。結局どっちでもポケモンが出るんじゃん。そして強敵じゃん。これで今回は終わりにしようかな。ちょうどいいや。音楽が違うんですけど。え、幽霊ってか機械メカ系、超メカメカなんだから。水鉄砲ガード、火山切り、AI 射撃、ウィークは出ない。なんだかわかんないけど5連携、突撃ない。なんだこれ、かわいい。5連携いくぞ。はい倒した。あーで変なの後ろに行っちゃった。しかも2体倒した。オーバードライ、最後を飾ることを覚えた。すごいな、1回の連携で 3体倒した。これはこれですごい。強い。あ、石くずゲット。終わったのか。そりゃよかった。何かいい感じよ。強敵だったんだけどな。もうちょっといっぱい覚えてみて。なんかくれ先生、先生なんかくれ。最後を飾る術。まさか魔物の巣になってたなんて、なんでわざわざ私たちにやらせたの。そんなもん面白くないからに決まっとろうが。お主には分からんのか、ボタンを押すか押さないか、そこには選択という名のロマンが詰まっとるんじゃよ。何言ってるのか全然分かんねえ。とにかく実験には協力したんだ、契約書頼むぜ。うむ、ここにしかとある。東大が破損した場合は職務の強制はない。よかろ、さささっと。はい、東大の契約書。
よし、俺たちの仕事は終わりだ。腹が減ったな、新入り。南の校長のところに戻ったら何か食おうか。よく食べるわね。よし、これで今回終わりにできそうだね。後編はあの海賊捕まえに行く、あとは怪人が何者なのかってところじゃないですか。あの偏屈をよく相手にしてこれたね。よくわからない装置で実験に巻き込まれなかったかい。ああ、なんだかよくわからん実験に巻き込まれたが無事だ。俺はああいうのが苦手でよ。新入りがいてよかったぜ。盗品の奪回の方はやっぱり難しいよね。腰はでかいんだけどね。相手はバルタサール。俺の腰が引けてる理由はわかるだろ。まあ無理強いはできないし、死んじまったら意味がないからね。あ、そっちの選択肢もあったのか。何を弱腰になってるの、私たちがいるじゃない。シーリーのくせに態度がでかいぞお前。よし、やるか。海賊のアジドに向かうならイカダに乗り換えてった方がいいよ。じゃないとあの厄介な洞窟を抜けなくちゃいけないからね。ここにいいものがあるよ。伝説の海賊の装備品だ。古くてボロボロだが強化していけば面白い使い方ができるんじゃないかい。本当にボロボロだな。校長の贈り物ならありがたくいただいておくぜ。フォークウィンド。フォークっていう時点でちょっとロマサガを思い出すじゃない。まだ若かった頃少し使ってみたことがあるんだが、何か不思議な効果があるように感じたよ。若い頃使ってたってさ。若い頃海賊だったんだね。じゃあ洞窟を通るかイカダに乗り換えるかっていうことみたいですね。魔物の住みかは全部スルーしちゃってるけど、さっきと敵変わったね。よし、一回やろう。敵が変わったんならちょっと一回やろう。海賊のアジトに行くには、じゃあまずここから行きたいと思います。はい、どうもマグマグマグロンと申します。行かせない、行かせない、この船を行かせないね。無駄な行動をしました。今日はどうした。まさかまた船を沈めたってんじゃねえだろうな。今日はイカダに乗りたい気分でな。使えるかな親方。取っといたのあれ。もちろんだ。お前たちの作ったイカダは妙に頑丈だから桟橋にくくりつけてあるぜ。イカダに乗り換えたんだ。あの海上洞窟を通らずに暗礁を抜けていくのもありだぜ。洞窟の中じゃ魔物との戦いが避けられねえからな。ここあえて戦う方を選ぶのもありだから判断はお前に任すぞ新入り。イカダをこぎながらゆっくり考えるわ。なんか増えた。危険な試練の渦、なんか新しいのも出てきてる。これでも普通だな。どうしよう。危険な試練の渦。なぜそっちを選ぶ。セーブしてあるから行ってみようか。強敵って書いてあるよ。ゴー。よっしゃ、行きまーす。みんな、続けよう。三連携。あ、インタラクトだったのか、こいつ。なんか、ハテナって書いてあったんだよね。得意力でけえな。極端上後ろにずらされても毒なんだよ。星8、これは強い。ガードか。まだなんかランクアップ。4連射。
強い強い。なんかすごいのがある。あ、サガっぽい技がある。じゃあもう一回独壇場だ。今度あれか、守ってあげた方がいい。あ、でも守ったら近づいちゃうか。なんかあった時のためにどっちかが独壇場、一人生き残れば OK。 OK、 一人でやってくれ。星8、北目壇場、独壇場でとどめ。偶然出ました。もうひどいわ。まあでも全員やられたから能力は上がるかも。独壇場でとどめ。あ、なんかすんげーいっぱいもらえた。なんかもう一個増えたよ。強敵もう一個増えた。なんだ、一個だけじゃないじゃん。まだある。どうしようか、この危険な試練の渦はこれ やる意味ある。これわかんねえけど、わかんねえけど、もう一個あるけど、ほら、なんか話が脱線しちゃうけれども、もう一個いきます。はい、というわけで、じゃあ全カットになるか、それとも残すか、やってみたいと思います。2回目の強敵ドン。またハテナハテナハテナ。戦ったことのない強敵ってこと。なんだこれ。先生の赤バージョン。え、なんか強そうだけど、サイコブラスト、なんか懐かしい。魔界闘士サガンの時によく聞いた名前だな、それ。ばらけちゃったけど、いっか。お、なんか覚えた。滝登り。うお、強っ。こういう残業は悪くないな。え、そういえば覚えた技全然使えないんだけど、あれなんでだ。うわー、サイコブラストは全員攻撃か。魔法使えなくなった。そういうこと。あれ、でもこれでどうだ。はい、連携を組ます。84。あ、200までいった。さっきはいかなかったのにな。あ、まあ撃破ボーナスか。やったね。強敵でも全然勝てる。すんごい覚えた。すごいんじゃないこれ。ただ人間が少ないからな。二人メカってのかな。経験値上がらないんでな、メカって。まだ出てきた。これ消えないのか。危険な試練の渦、まだ出てきた。今度どこ。あれ、俺これさっきやったな。あ、なんだ、じゃあずっとぐるぐる回んのか。じゃあやらなくてもよかった。でこっち普通じゃん。ま、海の洞窟入りますか。ちょっとアイテム欲しいしね。よし、一旦カットだけど、わざわざ戦いたいと思います。なんでイカダに乗ったん。
これでいきます。4連携オッケー、オーバードライブ。しかも4人に威力でかい。ここでできそう。きちんと終わらせろよ。1人倒した。ミスらなければ終わり。はい、クリア。はい、連携で2体以上倒す。成功。うまくいったね。あんな感じでうまくはまると気持ちいいね。鉄鉱石もろた。わざわざ戦う。黒い船が止まっている崖の裂け目が見えるか。あれが海賊シロクジラのアジトだ。すげえ名前。あっちの青い船、アズーレって人の船よね。ここで何してるのかしら。乗り込んできた。戦う気ならとっくに始めてるだろ。様子を見てるって感じだな。だがこれは困った。バルタサールの船が警戒状態を取ってやがる。これじゃ忍び込む隙がねえ。じゃあ先に青い船へ行きましょうよ。邪魔になるようなら追い払えばいいし。怖い。新入りお前大胆なこと言うな。だがアズーレに会ったら考えが変わると思うかな、ね、やべえのかな。だいぶやべえのかな。あら、また危険な試練の渦の相手がハテナハテナになった。ハテナハテナになるとちょっと見てみたいって気が起きちゃう。あら、なんかアズーレの人お素敵かもしれない。もうすぐこっち俺がアズーレに会ったのはまだガキの頃だ。港で出会ってな。なぜか俺をじっと睨みつけてた。その視線の恐ろしさ、今思い出しても身震いするぜ。話し合いなんて思いつきもしなかった。直接何か言われたわけではないんでしょ。あなたが誤解するだけかもしれないし、まずは話をしてみなきゃ。俺はあの目を見たくねえ。やっぱりやめねえか。イーバル船長は無理しなくていいよ。あとは私たちがやるから。強いな。誰もいない。見張りが一人もいないなんて変じゃない。噂通りか。青い船はアズーレが一人で動かして、船を一人で動かすなんてできるはずがねえんだが。一人ではない。わあ、お素敵。仲間にならないか一緒に旅しないか。メカなんてどうでもいいんだ。一緒に旅しないか。お素敵ね。佐賀であんまり言わないからね。ちょっとね、久しぶりに言ったね。この船は守り人の魂が動かしてる。大勢の守り人の魂がな。ちょっとやばい人かしら。幽霊船ってこと？お前らの仕業だろうが海賊。海神のことを知るためにお前たちは守り人を拷問した。そしてただ楽しみのために殺した。私は最後の守り人になってしまった。海賊は許さない。本当なの船長？俺は海賊じゃねえから関係ねえ。だがそういう海賊がいたのは知ってる。俺の親父だ。海賊に生まれ海賊に育てられたイーバル。お前が卵に何かを願うことなど海神は望んでおられぬ。竜巻で卵を失ったのがその証だ。いいかイーバル、死にたくなければ卵は諦めろ。アズレさんはここで何をしているんですか？バルタサールが卵を手に入れてないか確認しに来た。持っていたら殺すつもりでな。だが今はまだ手に入れていない。だからここにはもう用はない。わかるんだ。異界のものよ。お、知ってる。私も一つ取る。お前たちはなぜ卵を追う？海神に何かを願うつもりなのか？
願いはない。三角形を願う。願いはない方がいいかな。ごまかすな。あーバレたー。 ごまかしたのバレたー。戦うのやだー。仲間にならないか。ちょっと待って、音楽が違う。誰、守り人の魂。あら、こんなお素敵な魂なら大歓迎。木箱は何だ。アズーレ A、 お素敵。どうにかで、どうにかできないかな。本当にどうにかできないかな。あ、これあれだね、連携で何体倒すとかってのちょうど良かったかもね、本来。強い敵は避けた方がいいって。じゃあ普通に戦うと連携で止まんない。毒持ってます。なんだろう、偶然連携ができました。間に入り込みたいな。それこそインタラプト、インタラプトどっかねえかい。あ、でも差し込めないわ。インタラプトもう一個あった。早打ち、これで連携解除だね。連携を解除していきたいね。おしゃ行くぞー。はい、ここで連携を止める。あ、なんか覚えた。早ぶさ打ち、みんな続けよう。はい、3連携。ウィーク、もう一回。うわ、毒いけー。どんなに威力あんのか。でも直し方がわからねえ。やべ、毒でもうまた死んじゃいそうだからな。毒でまた死んじゃいそうだけど、太陽光線。これ4連ミサイルで、あ、でもダメか。やめとこう。スパークリングミスト、木箱も壊せるから威力でかい。だからガードされた。あ、やべ、死んじゃう。ウェーイ。せずして連携発動。どういう残業は悪くないな。箱2つ倒したからオーバードライブ。いや、それを狙ってたから今木箱残してたんですけど、せっかく木箱残した意味がなくなっちゃった。
にどうしようかな。これで4連携だ。4連携が消えてしまいました。あ、なんか覚えた。羅刹掌きたー。これ結構すごい技じゃない。よし、もう一回。羅刹掌は結構後の方の技だったようなイメージがあるけど、カットイン。独断状を出してやる。任せてくれよ。星六。これは強い。200しかいいかなーい。もう一回。あ、でも毒はやべえのよ。毒なっちゃったかな。あ、なっちゃったな。これで。ボーニーもダメかな。珍しいわね、ボーニー。インタラプトで倒す。インタラプトで倒す。できなかった。あ、残念、インタラプトできず。インタラプト、インタラプト。あんまり持ってる人がいないんだね。毒で死んじゃうかな。あー、やっぱりチェイ。これで終わりだ。 急速3ミサイル。はい、撃破。またゼンギ、花の守り、シェルブレーサー、なんかいっぱいもらえたね。スキルは9までいったね。8。異界の者よ、お前たちは何かの目的があってこの海へ来たはずだ。会心もそれをご存知だ。隠すことはできぬぞ。私たちは三角形を探すためにこの海に来たの。会心に願って手に入るならそうするわ。ああ、言っちゃった。願いには代償が伴うぞ。覚悟して願うのだな。守り人の魂がざわついている。お前たち早々に立ち去れ。立ち去るの。青い船は出て行ったわ。これでアジトに入れるわね。ああ、これでバルタサールの船の警戒も解ける。潜入しやすくなるぞ。なあ、新入り、さっきの話だが。願いの話なら本当よ。ごまかそうと思ってたんだけど、あの人本当のことを言うまで話してくれなさそうだったから。いや、いいんだ。お前たちにはお前たちの目的がある。分かってるさ。分かってた。うまく潜入すれば戦わずに商品を回収できそうだ。あ、そうか。積み荷を盗みたかったんだっけ。一旦カット。よし、じゃあ行きますか。うまく潜入すれば。
アズーレの船が行っちまったから警戒を緩めて陸へ上がっちまったようだな。ここまで見張りに出くわさなかったのはついてるぜ。ここがバルタサールの船室だ。やつも今頃飲んだくれてるはずだ。机の上に翡翠の壺が置きっぱなしじゃねえか。こんなに簡単に取り戻せるとは。こいつは罠か。これなの積み荷は。翡翠の壺、何も起きないみたい。ついてるぜ。よし、さっさとずらかるぞ。見張りが来た。お前ら合言葉は？あといえば方位だっけ。なんだおめえら、もう帰ってきたのなら見張りを買ってくれやん。俺も可愛い姉ちゃんたちと飲んで騒ぎてんだよ。ええ、任せて。ん？お前よく見たら可愛いな。こんなやついたっけ。うご、最後まで油断するなよ。味方に戻るぞ。よく見たらは余計よ。そこに怒ったみたい。おい、イーバル、せっかく来たのに父親には挨拶なしかやん。バルタサール、都合のいい時だけ父親面すんじゃねえよ。お前の船でこき使ってくれただけだろうが。それにお前に用はねえ。翡翠の壺を返してもらったぞ。ふふ。偽物か。反戦の資金は調達できるだろうか。次これ。取れない。ここでいいのかな。あ、違った。もうイカダのままでいいか。イカダのままだと取れないんだね。乗り換えるよ。乗り換えた。あ、一瞬一瞬なのね。確かに翡翠の壺だ。よくもまあバルタサールから取り戻せたもんだよ。依頼主様もお喜びになるね。それじゃ俺たちの新しい帆船の資金もバッチリってことだな。造船所への支払いはもう済ませてあるよ。イーバル、あんたには船が必要だからね。この仕事が成功しようがしまいが、船は作ってあげるつもりだったさ。これ腕長？校長？なんて読むの。こういう時はなんて言ったらいいんだよ新入り。わかってるくせにありがとうでしょ。それが恥ずかしいから聞いてるんだろうが、このタコだが。ありがとうよ。卵といえばイーバル、一つ悪い知らせがあるんだ。北の港の連中があんたに会いたがってる。前金もらっちまってるからな。行って話をつけてくる。いきなり縛り首ってことはねえだろう。途中気をつけなよ。海賊の活動が活発になってるからね。卵を狙ってるんだろう。商船を襲ったり互いに戦ったりね。襲ってきやがったら返り討ちにしてやるよな新入り。そうね、世界の出口が見つかるまでは付き合うわ。その意気だ。海賊を討伐したら海賊旗を持ち帰っておくれ。報奨金が出るって話だ。海賊に襲われるのが楽しみになってきたな新入り。さすがにそれはない。あれ、北のなんとかが会いたいって言ったのは行かなくていいのかい。え、これ話しかけるたびにアイテムってできんの。そういうわけじゃないか。やっぱ敵と戦うときか。いよいよ念願の帆船でいいんだよねこれね。では設計図にいつものをお願いします。今回はサービスでちょっと多めです。今回も CD 頼むぜ。気合入れてくれ。なんか難しそうだよ。あ、なんか飛び出た。え、なんか飛び出た。ピースリストはあと何が入ってんの。もうこうだよね。これ全部取れってことか。あれ取れない？あ、ここに置いてあるのはね取れないみたい。
いやー、めんどくさい形に仕上げやがって、まったく後悔。こうか、あははは、分かってなかったわ、大きさの感覚。完成。よし、これで大型船が手に入った。お仕事ができるぜ。北の港に向かう前に腹ごしらえだ。俺がご馳走するぞ。私はお腹空いてないからパス、楽しんできて。親方さん、海参と卵について知ってることがあれば教えてくれませんか。私は異界から来たのでよくわからなくて。この海の人間なら誰でも知ってる話だが、その昔、卵は海神の守り人たちが大事に育ててたそうだ。卵が帰ると守り人たちは海神の健やかな成長だけを願って天に送り出したそうさ。まるで聖人ね。願いが叶うってしてたら真っ先に自分の願いを言っちゃいそうなのに。海神はそのお礼にこの海のすべてのものに恵みを与えたそうだ。そうやってこの海の豊かさや穏やかさは続いてきたと。これは俺がアズーレから聞いた話だから、守り人に都合のいい話の可能性はあるな。で、ある時一人の海賊が卵を奪った。そして自分の願いを叶えた。それからこの海は荒れた海になった。海賊が卵をめぐって争い、平和な海は消えちまった。少なくとも俺のじい様のじい様の頃にはすでにそんな状態だったらしい。だから昔は平和な海だったなんてのも、ただの伝説で事実じゃねえかもしれねえな。そうね、とても信じられない。アズーレは本当に最後の守り人なの？そうだな、あいつは年を取らねえからな。それは本当だろうな。だがあいつの話が全部本当だと信じる理由はねえ。守り人が海神を守るために何をしてきたかなんてあいつの口から聞いたことはねえからな。不老不死ってこと？確かに普通の人間じゃなさそうね。え、あのお素敵な人？誰が卵を手に入れて最後の願いを口にするのか、誰だっていいんだが、願うんだったら俺たちが迷惑するような願いだけはやめてほしいぜ。この海がどうなろうが、俺はこの海で生きていくしかないんだからな。あー、食った食った。よーし、北の港へ向かうぞ。海賊がうろついているらしいから警戒を怠るなよ。船長、竜巻です。あれは海神が俺を呼んでいるのか。船長、船も新しくなったしリベンジよ。行ってみましょう。行くの？もうこれしかないじゃん。北はどうした？行かないのか。北には行かなくていいのか。船長、大丈夫だな。アイテムトレードも大丈夫だな。じゃあ行くぞ。新たな竜巻。またダメなんでしょ、どうせ。あ、なんか変なおじさんが映った。え、普通、いきなり敵。邪魔はしてほしくない。2-2に分かれました。女王に続くのです。よろしくお願いします。毒きついな。競争、あ、挑発ね。挑発、うん、まあしょうがないか。ボーナスなので、これで200超えた。オーバードライ。しかも3人いた。
人やられちった。インタラプトで倒すってのはできなかった。女王に続くのです。お、倒しきれない。栄翔の段階でもレベルは上がるのかどうかの実験。やったわ。倒しちゃった。はあ、やられたやられた。やられると HP が増える。卵。会心の卵が戻ってきやがった。まるでイーバル船長に卵を戻すために竜巻が現れたみたいだわ。船長は会心にとって特別な存在ってことかしら。誰だ。竜巻を目指してきたらやっぱり卵だ。キャプテンイーバル、僕に卵を渡しておくれ。あんたがシグルドとバルタサールの息子でも僕には勝てないよ。誰だ。これが卵を狙ってる海賊ね。船長どうする。この卵は今から北の港まで運ぶんだ。てめえに渡す理由がねえよ。帰り討ちにしちゃおう。卵を渡しちゃおう。なんか渡したら面白いこと起きそうじゃない。どっちだろう。どっちがいいだろう。てかなあ、海賊レイフ大したことなさそうだから帰り討ち。違う、本当に強敵だ。誰にしよっかな。激痛女海賊だって。困難な敵とも向かい合わねばなりません。なかなか喋った。こんな感じでいくか。あ、これ強いな。あ、やべ、強いぞ。みんな、続けよう。全然減らない。これで全員攻撃した後に激痛を出されるかどうかだな。3連携即死きたな。スタンも出た。まだまだ歌を続けなさい。喜んで。三連携か。三連携きた。木箱硬い。おお、強い強い。感電症。これレイピアの技。なかなかやるじゃないか。なんとかこれでお願いします。かっこいい。打点しよう。ゼロ。スタンション。204。あれ、なんかミッション1個クリアできそう。突撃ない。あら、かわいい。また打点しよう。これ木箱かてえんだけど。なんか麻雀の役みたいになってる。数連呼麻雀みたいになった。あー、なんだこりゃ。全部こいつやばいかも。ミサイルもさっき効かなかったよな。毒当たって、あ、毒ダメだったな。ヘイトショー。ゼロだ。この木箱勝てんね。
なんかいろいろ余るな。星が余っちゃう。かっこいいこれ。あ、これで挑発してんのか俺。ラスト章で挑発してた。あら、ダメだった。ゼロだ。あ、ゼロだ。スタンした。残ったね。ダメか。めちゃめちゃ硬い。あー、やられた。独壇場。あ、連携になっちゃうから独壇場にならない。しくった。スタンにならない。やべー、全員攻撃はやられちゃう。あ、ミスってくれた。行ってこーい。集中が必要ね。3か、ちょっと足りないな。さあ皆さん、新たな歌を紡ぎなさい。もう調節に変える。163まで行ったけど、ダメか。じゃあ全員で行くぞ。クライマックスですよ。四連携ですよ。やったわ。いった、倒した。木箱残った。木箱どうすりゃいいんだよ。邪魔だったな。レイピアゲット。あー、やったね。はあ、やられたやられた。よくやりました。もしかしてあいつが仲間になるやつだったら俺は倒しちゃったことになるけど、大丈夫かな。まあいらない。海賊も倒せって言ってたんだから倒していいよね。海神の卵、海賊旗。さあ北の港へ急ごう。あんな連中につきまとわれちゃかなわんからな。倒した倒した。不穏な呼び出し。海賊狩りの報告。両方行こう。一旦カット。よし、じゃあまずはなんか報酬でももらえないか。海賊狩りやったったよ。報告。海賊旗、確かに受け取ったよ。やっぱりあんたたちに頼んでよかったよ。これが報酬だよ。この港の特産品だからね。特産品の砂糖。この調子で海賊旗を持ってきてくれればいつでも大歓迎だからね。よろしく頼むよ。それだけ。なんかいる。うわ、なんだこれ。なんか出てきた。怖い。今なんか出てきた。なんだと思う今の。突っ込む。威勢のいい海賊。関われば戦いを免れることはできない。そうか、行ってまえ。わ、なんだこれ。キャハハハ、海神の卵はあたいのもんだよ。おとなしく渡してぴょん。仲間にならないか。もう何がぴょんだことある。クソハゲが。なんか言ってる。みんなおいで、あいつら食べちゃっていいよ。美味しくなくても怒んないでね。なんだ、魔物かこれ。どういうことだ。海賊じゃなさそうだ。食べちゃっていいとか言ったもん。これが食べちゃっていいよって言った鳥ね。でこれは海賊ビビ。いや、ビビ王女はこんなんじゃない。ワンピースでした。やめた、しょうがない、諦めよう。
これでいこう。2連携。滝登りやめやられる。よし、これでどうだ。あー、やられた。この状況は利用できるぞ。おい、4連携。うわ、強い。うわ、強い。こういう残業は悪くないな。オーバードライブも発動。しかも4連携オーバードライブ。オーバードライブのオーバードライブってあるの？さすがにないみたい。滝登り。滝登り結構威力でかい。星2なんだ。あんまり威力ない。11、最高記録11マス。威力上がったりしないのか。あ、毒になった。174%、200いけ。あと 3% いかなかった。オーバードライブ出ないのか。うわ、毒威力でいっか。ミス。うわ、毒が一番威力でかい。128%149%170%、 オーバードライブ。はい、来た。3連携。強い。あ、毒なくなっ。運命ミサイル。これで倒せるでしょ。あとよろしく。三の子。三の子数連合。マージャンっぽいんだよな。勝利。何かいい感じよ。はあ、今は毎日が楽しいの。それは何より。海賊旗。卵は無事よ。海賊旗も手に入れたし、報告に行きましょう。また報告。海賊めっちゃ出るやん。ありがとうよ。この海も少しは平和になるだろうよ。鉄鉱石に。嬉しい。あれ、でももう、もう海賊いない？もう海賊いないみたい。そっか。じゃあ一旦カット。